こんにちは。3月1日に新しいシングル「心万華鏡」をリリースした演歌歌手の山内圭介さん。13日付のオリコン週間ランキングで2位にランクインするなど大人気となっています。現在は全国でコンサートツアーを開催中。今後は北海道ツアーも予定されています。今回は新シングルの「心万華鏡」についての情報や反響と新曲発表会での様子をまとめていきます。みんなでコメント欄でやり取りをして盛り上がりましょう。3月1日に発売された山内圭介さんの「心万華鏡」、このシングルが13日付のオリコン週間ランキングで2位にランクインし、自己最高順位を記録しました。「心万華鏡」は作詞を松井五郎氏、作曲編曲を山内作品初参加となる村松崇嗣氏が手がけた楽曲で、二度と同じ形にならない心と人生の一瞬一瞬を万華鏡で表現。命まっすぐ生きてみろという力強いメッセージで聴き手の背中を押す応援歌です。それぞれカップリング曲が異なる愛版、旅版、夜版、 CD にミュージックビデオを収録した DVD を加えた歌版の4タイプでリリースされています。カップリング曲として、愛版には細かな雨が音もなく静かに降る中、愛しい人への未練を断ち切れない男性の思いをしっとりと歌ったマイナー演歌「小ぬか雨」。旅版には思う相手から自ら身を引き北へ一人旅する男性の生き様を凛とした歌声で優しく歌ったメジャーワルツ「一人流浪」。夜版には夜自分の部屋で一人相手を待ち続ける女性の視点で、愛する相手の心が自分から離れていく切なさを綴った哀愁あふれる歌謡曲「言い訳」と、それぞれタイプの違う楽曲を収録。 DVD 付けの歌版には CD に「心万華鏡」の男性用女性用のカラオケを、 DVD に「心万華鏡」のミュージックビデオ、カラオケミュージックビデオが収録されています。これまでは20周年記念曲の「残照」、前作「誰に愛されても」で記録した3位が最高でしたが、「心万華鏡」はそれを上回る2位を獲得。また本年度のオリコン週間シングルランキングにおける演歌歌謡ジャンル作品としては現時点で最高順位及び最高推定売上枚数にもなったそうです。これで2014年発売「恋の手本」から続くオリコン週間シングルランキング初登場トップ10入りは10年連続10作品目となりました。そしてオリコン週間演歌歌謡ランキングでは12年「涙くれないか」から12作連続の初登場1位を記録しました。山内さんは、僕にとって演歌とクラシックの融合と挑戦の一曲が22年目にして最高のスタートが切れたことをとても嬉しく思います。応援してくださいましたファンの皆様の期待に応えられるように、命まっすぐ頑張りますので引き続きよろしくお願いしますとコメントしました。9日からは東京中野サンプラザを皮切りに今年の全国ツアーがスタート。15日は千葉県の習志野文化ホールでコンサートが行われました。全国ツアーが終わった後は5月10日から北海道ツアーが始まります。山内さんが第二の故郷と呼ぶ北海道、ファンの方々も楽しみに待っていることでしょう。山内さんにとって北海道は自身の転機になった重要な場所でもあります。高校2年の時に単身上京し、水森英夫さんの下で修行しながらトントン拍子にデビューしたものの、しばらくすると鳴かず飛ばずで本当に歌う場所がない状態になってしまったという山内さん。家の近くの公園で練習を続け、
日も当たらない半地下で寝ていると、駐輪場に自転車を止めに来た人と窓越しに目が合うようなアパートで過ごす日々は、絶対に戻りたくないから、休みが欲しいなと思うくらい忙しくても頑張れますというほどです。年末に実家に帰省しても、紅白に出られない山内さんに気を使って、家族がテレビを見ないでいる様子に心苦しくなったと言います。一年発起して連絡を絶ち、ひたすら歌の練習を続けるだけの毎日から抜け出せたのが、北海道をテーマにした風蓮湖でした。キャンペーンで北海道を訪れ、故郷の福岡と対照的な冬の寒さに耐えてきた北海道の力強さを感じたという同曲は大きなヒットを飛ばし、山内さん、風蓮湖の作曲でもあり師匠として全力でサポートし、諦めそうになる山内さんを叱咤激励してきた師匠水森秀夫さんを喜ばせました。山内さんが北海道でリポーターとして奮闘したことなどもあり、それから山内さんは大きく羽ばたいていきます。デビューから14年、ようやく紅白出場が決まった時にはすぐに実家にも電話しましたが、母親の声を聞いただけでもう言葉にならないと涙がこみ上げ、直後のコンサートの熱気は忘れられないと言います。今では47都道府県すべてを回り、新曲も大ヒット、紅白にも出場し続けています。2月27日には心万華鏡の新曲発表会が開催されました。同曲のミュージックビデオにも参加するジャパンダンス協会のダンサーと共に心万華鏡を披露しました。新曲心万華鏡の振り付けは日舞パフォーマーの花園直道さんが担当したそうで、山内さんにとって花園さんは高校時代の後輩でもあるのだそうです。新曲について山内さんは、自分の想像をはるかに上回る素晴らしい曲です、このように思うことは一生に何度もない、山内圭介にとって新しいスタート、第3章の始まりだと思っています、と語りました。また新曲の歌詞、命まっすぐ生きてみろに引っ掛けたまっすぐ願掛けダーツを行い、見事特大ヒットに的中させたそうです。願掛けダーツの回転ダーツには特大ヒット、メガヒット、山登り、ロック、海外旅行の項目が示され、山内の思いの強さに応じて面積が決められました。そのため特大ヒットとメガヒットの割合が全体の7割を示していたそうです。しかしリハーサルではヒットに的中しなかったようで、山内さんはダーツはやったことがありますが得意ではないです、でも本番に強いと笑顔を見せました。山内さんは新曲について同じ水森秀夫さんの弟子である氷川きよしさんからも背中を押されたといいます。昨年末の紅白歌合戦でご一緒した時に心万華鏡を聞いてもらいました。面白いね、40代になるんだから楽しんだ方がいい、今まで頑張ってきたんだからと言っていただけました。仕事も遊びも全力で楽しみたいと思うようになってきました。今年はいろんなことに挑戦してみたいですね。今の目標は9連続出場となる NHK 紅白歌合戦での出場、年内最後のステージで今年は心万華鏡を歌えるようにこの歌を育てていきたいと思います、と語りました。まだまだ話題沸騰中の心万華鏡、 YouTube でもミュージックビデオが公開中です。たくさん聞いて応援していきたいですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントをよろしくお願いいたします。